はい、こんにちは。インテリアコーディネーターサロンポールこと阿部悟です。今回は2021年度のインテリアコーディネーター一次試験の方ですね、こちらに不合格になってしまってなかなか合格ができないと思っている方向けの動画となります。はい、あまり思い出したくないことではあるかもしれませんけども、今一度ですね、一緒に対策の方を考えていきましょう。ということで、この動画を見ていただくことでですね、改めて試験の本質についてを再確認していただければと思います。はい、それでは早速講義スタートしていきましょう。はい、まずは確認ということで、こちら思い出したくはないかと思いますけども、不合格になった原因をですね、一度自分なりに考えてみましょう。はい、で具体的に挙げられる点としてはですね、まず勉強時間であったりとか、そして学習の開始時期や学習の方法ですね、そしてモチベーションの維持がきちんとできていたのかなどが挙げられるかと思います。はい、まずですね、ここで挙げた反省点は一番大きな軸となってきますので、今年度はですね、必ずそこの部分自覚があるのであれば改善をしていきましょう。はい、それでは次いきます。はい、次に出題についてなんですけども、まずはこの試験の大事な部分でもあるんですけども、インテリアコーディネーターハンドブックなどに載っている内容が約8割ぐらい出題されます。これぐらいですね。そして残り2割程度はですね、テキストにも書いていないような問題というのが突然ですね、出てきたりします。はい、昨年の試験も当然このような形だったと思うんですけども、おそらく2022年もこのような形で出てくるかと思います。そしてですね、良問題、良い問題ってことですねとここでは言ってるんですけども、過去に数回出てきているような問題というのはまたですね、頻繁に出題の方がされます。当然ですね、全く同じ文章で出るとは限りませんので、似たようなですね、違う言い回しで出題がされる可能性があるというわけです。このあたりはですね、過去問を解いていれば、なんとなくでですね、あ、まだこれ出てきたなとかですね、そのうちわかるかと思いますので、はい、この2022年度の試験でも過去の良問題っていうのは必ず出てきますので、はい、そこはですね、落とさないようにもうチェックするなりしておきましょう。はい、最後にですね、もう一点すごい大事なことがあるんですけども、試験に出てくるですね、図とか表とかありますよね。ああいったものはですね、インテリアコーディネーターハンドブックに書かれているものがほぼそのまんま出てくることが多いですよということですね。はい、なのでですね、お持ちの方はぜひ図表に関してはご注意ください。次に一次試験のマインドなんですけども、ここに書いているようにですね、一問一問を丁寧に解いていくことが重要となってきます。で、これはなぜかと言いますと、大半の方がですね、70点から73点あたりのこのちょうどボーダーのあたりにですね、固まってしまうんですね、受験者の大半の方が。はい、おそらくこの動画を今見られている方の中にも、あと1問正解できていればっていう方もきっと多くいるはずなんですね。はい、なので1問たりとも舐めてはいけないですし、もう適当に回答するのはですね、本当にもったいないということになります。一次試験ではですね、そこまで時間ギリギリになるっていうこともないかと思いますので、しっかり考えてですね、もうどうしてもわからなかった場合は3分の1の確率にかけてですね、もう勘で答えるということになってきます。はい、なので結論ですね、各分野の基礎的な部分や数値ですねなどは必ずもうこのあたりはしっかりと覚えるようにして、もう1問でも多くですね、本当取れるようにもう努力をしていきましょう。はい、もうそれだけですね。では次行きたいと思います。はい、次に学習の再開時期なんですけども、もうすでにですね、一次試験の勉強は一度されているでしょうから、もう4月頃からでいいんじゃないかなと思います。というのもですね、結局今の例えば1月とか2月ぐらいに始めてしまってもですね、覚えたところも忘れちゃうんですよね。なのでまあそこまで早くするのであれば、もう4月ぐらいまではですね、なんか違う資格を取ってみるとかですね、あるいは違う勉強をしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにですね、今年初受験の方ももう4月ぐらいからでいいかと思うんですけども、3月にはですね、もうテキストであったりとか問題集というものは買い集めておいた方がいいかと思います。はい、それでは次進みます。次に学習のコツですけども、まずは1、8割はハンドブックなどの教本から出題されるので、
残りの2割のことは考えずにテキストに沿った勉強をするということですね。このですね、残り2割というところが結構ポイントなんですけども、一般常識程度の問題が出たりもしますし、もう初めて聞くようなワードもですね、急にポンと出てきたりもしますので、もう正直ですね、予測ができないんですね。なので何が出るかわからないものを、必死に予想して、勉強するよりもですね、確実に出る可能性がある範囲のこの8割の方ですねを徹底的に勉強する方がおすすめということですね。はい、次に2点目です。過去問で出題された箇所はテキストにチェックをしておきましょうということですね。はい、なので過去に出題された箇所はですね、もうテキストにもチェックをしておくといいかと思います。とはいえなんですけども、全てにチェックするのは大変だと思いますので、自分がですね、問題集で間違えた箇所は探し出してチェックを入れておく、これはですね、もう必ずしておいた方が良くなります。はい、めんどくさがらずにやってみてください。最後3点目ですね。昨年度の試験で出題されていない分野は翌年に注意ということなんですけども、はい、こちらもですね、例えば観葉植物であったりとか、焼き物とかですね、インテリアコーディネーター一次試験の方ではもう覚えなきゃいけない箇所がですね、いろんな分野あるんですけども、昨年度の試験で出題がされなかった分野は特に注意をしておいてください。というのもですね、2021年度の試験に受けられている方はこの分野が出なかったなっていうのは大体頭の中で把握できていると思いますので、今年2022年はそこが出る可能性十分ありますから、そのあたりはですね、頭の中でイメージをして、その分野はしっかり学習しておくということをしておいてください。はい、それでは次進めます。次、調べるを癖にするということなんですけども、もうわからないところはですね、ネットで調べるというのが基本となっています。はい、なかなかですね、教本などの活字だけでは理解できないことも多いかと思いますので、そういった時にはですね、もうすぐにネットで調べる癖をですね、つけておいてください。そしてネット検索以外にもですね、 YouTube とかも参考になりますので、こちらも有効的です。はい、それでですね、さらにそれでも理解できなかった場合なんですけども、そういった場合はですね、もうそれ以上の深掘りっていうのはもうやめてしまって、でテキストに書いてある文章のみでひとまずはもう覚えるっていうことをするといいかと思います。これもですね、個人差はあると思うんですけども、一つのことにですね、時間をすごい費やして覚えるっていうのも大切なことではあるんですけども、結局他のことも忘れていってしまいますし、その時間かけて覚えたところもですね、正直出るかは分かりませんので、なのでですね、ほどほど程度で、調べてみて、でそれでも分からなければ、もうテキストに書いてある文章をそのまま覚えておくってことをですね、実践してみてください。はい、さらに補足ですけども、 iPad を持っていればこれ活かさない手はないんですね。なので試験勉強の方にかなり活用できますので、こちら実は最近動画でも作っておりますので、概要欄の方にそちらの動画2本ですね、貼っておきます。よければ見てみてください。はい、それでは今回の動画のまとめに入っていきます。はい、まず1点目、ハンドブックから8割、そして残り2割は初見、初めて見るような問題が出るかと思います。2点目、一問一問を大事にして適当な回答ですね、いわゆる考え抜いた上で答えるのは適当な回答にはなりませんので、しっかり考えて、選択しましょうねということですね。はい、そして3点目、昨年度の試験で出題されていない分野は翌年に注意。4点目、わからない箇所はネットで調べるが基本ということです。はい、ということで、もう2022年も始まりましたので、本年のストレート合格ができるようにですね、頑張っていきましょう。こちらでも引き続き動画の方を出していきたいと思いますので、よければですね、チャンネル登録の方などもよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。